あ、今日はどうもありがとうございます。本当に NCNP に来るのを楽しみにしておりました、ね、いろいろ思ったから同じ方なんですが、今日は楽しみにしております。今日は私は私自身もいろいろ野について考えていることがあるんですけど、まあ一応研究室のみんなのやってることを少しずつ織り交ぜながら、今考えていることの中心となっていることをちょっとお話しできればと思います。私のいるのはソニーコンピュータサイエンス研究所ということで、東京とパリにブランチがありまして、いろんなことをやってます。まあ、これが私たちのグループです。ダンさんというのはそこにいる、あれにいた彼女はもう博士号取った研究者で、対話教育者なんでね、対話とダンさんがいわゆる、博士号取った研究者で、あと、何人かもちょっと卒業していないのもいるんですけど、こういうやつらがいます。この中今日8人ぐらい来てるかなという感じです。今日来てるやつの研究は少しでも入れるようにさっきちょっとパワーポイントを言いました。入りがたいよね。僕は基本的に脳科学は進化論の三井と同じような息の長い視点が必要だと思っていまして、というのはそのダーウィンがそもそも、ビッグログを乗ってから種の起源を書くまでに約23年かかってる、50歳の時なんですね。それからその遺伝子の実態が分かるまでにはさらに100年近くかかってるんですね。で僕はやっぱり脳科学は、単純的に言って今そのダーウィンの種の起源に相当する考え方さえ出てきてない。マイクって入ってないよね。入ってる、入ってる、あ、入ってるんだ。じゃあアフォーダンスがあったんでなんか使ってた。すいません、はい。ということで、私はその種の起源、つまり自然淘汰とか自然選択に相当、突然変化を自然選択に相当するような概念が脳科学で必要だと考えています。やっぱり私は脳科学始めたのが1992年なんですけども、その子伊藤正夫先生とも行って、やっぱり小脳の方とかいらして、先ほどの話非常に面白く伺ったんですが、非常に今データがたくさん蓄積されてきている段階で、やはりそれを貫く何らかのアイデアがないともうちょっと辛くなってきているかなという感じがいたします。で僕はやっぱり、ね、そのコンティンジェンシーという概念を非常に注目しています。コンティンジェンシーというのは、実施帳にはこんな風に書いてありますけれども、まあ、なんかその脳というのはだいたいベージアンのラーニングとか考えても、だいたい規則性を学ぶのが脳の目的であるというふうに考える方が多いと思うんですけど、ただ脳の学習のオープンエンド性を考えますとですね、たとえそのベージアンの立場を取ったとしても、どんなに規則性を蓄積していたとしてもですね、その新しい学習の境界面においては不規則性と出会わなくちゃいけないと。つまりその学習ということを考えると規則性と不規則性というものが混じっている状態になっているということは、これ必然的なもので、そういう意味で言ってそのコンティンジェンシーという概念がですね、脳の機能を理解する非常に大事だと考えるわけです。コンティンジェンシーという概念は非常に古い、概念で、また長い歴史がありまして、例えばこれはベルグソンと同世代の、あんまり今では知られちゃって忘れられちゃってるんですけど、そのフランスの哲学者で、この人はそのコンティンジェンシー・オブ・ザ・ローズ・ネイチャーという本を書いたりもしています。僕はフランス語ではまだ読んでません。それでですね、今そのコンティンジェンシーってことが脳科学の中心になってきていると、私の読みはどこから来るかというと、例えばミラーニューロンなんていうのはその、まあ、脳科学においてそのシステム的な思考がどうしても必要だということを特徴づける、まあ、発見だったわけですけども、実はこれも、ミラーという言葉はひょっとしたら名前の付け間違いかもしれなくて、その後例えばコーラーなど、あるいはその最近岡田さんなんかがすごく注目しているんですけども、鳥においてもミラーニューロン見つかってるんですけども、より一般にそのセンサリモーターコンテンジェンシーを表す神経細胞だと考えた方がどうやらいいらしいと。ミラーニューロンというとどうしてもその座標変換のことを頭に入れてしまうわけですけども、より一般にそのコンテンジェンシーを、何らかの形で処理している神経細胞だと考えた方がどうも実態に合っているようです。で私たち、これでちょっとお答えディスクレーマーというかスモールプリントなんですけど、私の研究室はそれぞれの学生が勝手に何かやってるんで、私がこれをやろうぜとか言ってやってるわけではありません。ただ彼らのやってることを私なりにそのコンティンジェンシーという形で、これからちょっと整理してお話ししますということです。ですから私が横で言うことは彼らには全く関係がなくて、そんなこと考えてないよって言うかもしれません。まず記憶です。まあ、記憶は皆さんよく存じるようにその海馬とかそのミディアルテンポラルローブあたりで記名されてるわけなんですけども、その記憶というのがまずこれその入ってくるときに実は何をロングターンメモリーにエンコードするかどうかということが、その海馬 MTL あたりで、判別されているということを、その
転換患者に対した電極で測っている研究です。それからその長い間をかけて10年、20年、30年という時間をかけてその MTL、右のフィシモジアですね、に蓄えられたその、人の顔というものが徐々にロケーションが移っていたりとか何らかの変化が起こっているというらしいという報告があります。つまり記憶というのはその、コンピューターのように、一度蓄えられたらそのままというわけじゃなくて、どうやら長い間にわたって編集作業を行えているらしいということが分かれていて言われているわけでして、それでその例えばこのスティーブン・ウィッチャーというそのヒューマンキャメラという人はですね、非常に機械的な記憶を持っていて、これはウィッチャーがそのニューヨークのスカイスケーポーですね、飛行機に乗って、その後にその記憶から書いたものなんですけども、彼はこういうのを部分から書くんですね。こういうその普通の人だったらここになんかスカイラインと書くと思うんですけども、部分から書いてこうやって徐々にこうやって今完成していくわけで、このようなその特殊な記憶を見ると逆に人間の記憶というものがこういう機械的な話はできてないということがよくわかるわけです。これはフランスのショーベケーブっていう洞窟の、壁画ですけども、これも非常に部分は正確に書かれてるんですけども、顔の近くにまた別の顔を描いてしまうように全体の構図は考えられていないと。でこれはそのニック・ハンフリーなんかはその昔の人っていうのが今で言えばそのイディオサバンですね、オースティックサバン、自閉症的なサバンの人たちと同じような、能力を持ったということを意味するんじゃないかという説を出しているわけです。その説が述べられているのは獲得と喪失っていう日本語で訳されている本です。英語の本タイトル忘れました。何でしたっけ、まあ、いいや。それで